こんにちは、小島です。こんにちは、宮下です。はい、じゃあ今日は、はい、ラグビーについて、いいですね。話そうかなと思って。いいですね、ラガマン。あ、てかラガマンっぽい。そうなんですよ。あ、だから話そうでしょ。今だってみんな、今フィーバーですよ、フィーバー。フィーバー、うん、そう、まあ、これやってる、なんだろう。配信するときには多分終わってると思うんですけど。11月2日ですね、決勝。そう。あ、ちょっとね、今10月末なんで。そうですね、もう本当にイングランドじゃないや。ニュージーランドがまさか負けるとはっていうところもね、そうですよね、うん、でも言ってもだってあれベスト4ランキング1位からより全部出てるだけですからね、うんうん、あれすごいですね、うん、やっぱそうなっちゃうんですね。ラグビーってそうですよね、うん、ラグビーってもともとそのランキングが変わらないでやるっていうスポーツみたいなんで、まあチーム数が少ないとかもあると思うんですけど、あとちょろちょろ変わりますよね。何があの世界ランクも、あ、そうめっちゃ変わるでしょ、うんうんうん、あれ面白いですよね。なんかね、ラグビー前から見てたんですか？見てました？いや、見てないですね。そう、うん。僕もそうなんですよね。まあ、友達でラグビー部がいたから、うんうん、多少話は聞いたけど、ぐらい。高校にもラグビーあったし。そう、高校にもあった、うん。でもまあ、そこまで興味持ってなかったけど、うん、やっぱもう、今の波に乗っただけ感じですね。そう、完全に。ちゃんと見たのなんか、本当9月に入って、その、うん、なんか親善試合みたいなのやったと思うんですけど、うんうんうん、それからなんですよ。その時に、うん、ちょっと面白いなと思ってて。うん、で、見てたら、うん、結構面白くてハマっちゃって。ああ、わかる。まあそういうにわかの人にはいっぱいいると思うんですけど、まあ、僕らもにわかでございます。そう完全に全然ルールとかも分かってなくて、まあそうだね。でもなんかすごいの、あ、ドラマもやった、ドラマ、あ、そうノータルゲーム、ね、やったんじゃないですか、うん、そうそれでやっぱり面白かったですね、まあね。あ、見ました、ドラマ。見てないです。見てないですやっぱでもドラマよりもそのなんドラマも面白かったんですけど、うん、あの本当に見るとあの本当体のぶつかる音が聞こえそうなぐらいのやつが血が出たりとか、あの辺が本当に格闘技感がすごくて、スピードとパワーとかぶつかる感じがすごいなってそう思ったんですよね。はいはい。でも僕あの、まあ、なんで、まあ、そのラグビーで今回、うん、あ、何戦だったかな、アイランド、スコットランドだったかな、どっちだっけな、アイランドで勝った時だっけな、福岡選手、医者になるのもう引退するか分かんないけど、うん、足が速い人、うんうん、あの人の最後 の試合終わった後のあのあれじゃない、喋るじゃないですか、みんな、うん、インタビューみたいなじゃないですか、はいはいはい、あれがすごいですよかった。内容とかじゃなくて、まあ、内容もよかったんだけど、何話したんですか。なんかあのいやこれ別に否定してるわけじゃないし、うん、悪口言ったわけじゃないですけど、うんうん、あのさサッカーの日本代表、俺サッカー大好きなんだけど、うんうん、サッカー日本代表で勝っても負けてもなんかこなれた感でインタビューを受けるじゃん。確かに。今日はですね、ああでしたけどね。わかるわかる。あれが俺もんでもああいう風になんか決まってんのかなと思って、そう、喋んなきゃいけないのかなって。なんかでもあれ一緒じゃないですか。その野球は野球のインタビューの雰囲気があって、ああそうサッカーはサッカーの感じがあってみたいな。ああいう感じで喋る風になってんのかなって思ってるんですけど、でも福岡さんたちは。本当に言いたいことをハキハキと心の底から言ったなっていうふうにさ、俺は思ったんですよ。うん、本当に今までやりたいことを全部犠牲にしてやっとね、勝つたらあれなんでみたいなことを言った時に、その喋り方とかがもう本気でそう思ってるんだなって俺はなんかその考えて言ったんじゃなくて思ったことを言ったっていうふうに俺は聞こえて、あれに俺すごく感動したんですよ。そうですよね。なんかそういう自由さもいいですよ。ラグビーのそのインタビューとかもすごい楽しそうにやってるし、あと最後に負けちゃった試合とかも、南アフリカの試合か、その時とかも、すごいみんな楽しそうだったし、結構子供とかを入れて、すごいやってたし、なんかああいうのって、なんかどこだっけ、ニュージーランドかなんかは、そういう感じらしいんですよね。終わったら、ノーサイドでゲーム終わったら、結構みんな誰でも入って、好き勝手ボール蹴ったりできたりするらしいんですよ。だからなんかそういう多分競技としてそういう精神があるっぽいんですけど、うん、ああいうのなんかいいですよね。いいなと思って。そうなんですよね。だからそういうのをひっくるめてなんかいいなって。うんうん。うん、でなんか僕もサッカー好きで、サッカーめちゃくちゃ見て、うん、サッカーやってて、そうなんですけど、うん、あのラグビーを見てて思うの本当に、まあ、よく言われることですけど、結構犠牲の精神っていうか、あ、そうね。あの、うん、なんていうんですか、この一個のボールを結構ヒーロー、うん、まあバックスの最後のトライ決める人はヒーローはヒーローですけど。それだけじゃなくて本当にみんなで犠牲にして、みんな潰れながら、ね、まあ、殴れはしないですけどぶっ飛ばされながら一個のボールをつなげていく感がすごい面白いなって。でなんかラグビーってあのボールを持ってる人はヒーローらしいんですよ。あのあ、そうなんだ。
だからヒーローにしたいから。あ、そう、だから、どのシーンでもね。そう、どのシーンでも。なんで、その前の人はプレイしちゃダメなんですよ。プレイしちゃダメじゃないですか。前にも送っちゃダメ。ああ、そうだね。そうそうそう。だから、その、ボールを持ってる人ヒーローにしたいっていうなんか思いがあるみたいな。もうスポーツの精神としてね。そう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 。それとかも、すごい面白いなと思って。ああ、とか、稲垣さん選手がトライ決めたじゃないですか。うん。代表初、何年かもずっとやってて。あ、そうなの？笑わない人ね。笑わない人終わりますよ。あれ、初だった、高さとかすると、はいはいはい。その時にやっぱりその、笑わない人ね。うん。がやっぱりね、やっぱみんなが繋いでくれたボールってこういう感じなんだなって言ったんですよ。へえ。まあ、その初めて分かったみたいなこと言って、うん。なんか、今の俺でも感動しちゃう。でしょ？そう、感動するでしょ？ 2 ヶ月ぐらいしか見てないけど。でしょ？だからそれをさ、やっぱさ、南アフリカに勝った時に、ね、初めて。あ、4年前。そう、分かった時に、うん、はい、俺らなんてさ、何がすごいんだろうがやったじゃん。うんうんうん、まあ、すごいんだろうけど、うんうんうん、まあ、本当知らないからさ、知らないから、そうそうそう、そうないから分かんないっていう。うん、まあ、ただみんな言ってるからすごいんだろうけどっていう、うん、歴史変わったというぐらいのね。でもその前からやっぱ好きだった人にとっては今回って相当でも泣くぐらい、うん、って言いますよね、うん、本当。あの安村アナも超泣いてたけど、うん、あのアイルランドに勝ってめちゃくちゃ泣いてたけど、でもそういう人の、ね、手前ね、あんまりこう変なこと言えない、ね、俺感動した泣きたとか、そんなね安っぽく言いたくないんですけど、いやいや、いいんじゃないですか。ただね、やっぱり盛り上がるためにみんなのね、うん、言葉一つ、選手言葉一つ一つやっぱ響くんですよね、うんうん、ラグビー選手のあの言葉、何なんですかね。ね、何なんですかね。わかんない。だからその、あ、でもこれやめよう。うん、そうなんですよね。ね、なんかね、そうですよね。だ、そういうのがすごい面白かったですよね。そう、なんか本当必死で一生懸命っていうのが伝わったんですよね。うんうん。うん。わかるわかる。うん、もちろんね、サッカーでも伝わってますよ。伝わってます。あ、そうそう、まあ、他のスポーツでもね、もちろんそうなんですけど。なんか、すべてがいい、よく、うまくこう重なってなんか、ね、なんかそうですよね、すごいですよね、やりたくはならないですもんね。やってこない見てて、ただ正直だったらやってきますかも。あ、そうなのかな。だって今やりたいと思わなかった。あ、そうか。でも俺サッカー見るとやりたくなりますけどね。まあサッカーと野球とかもそうですけど、まあそれはね、やりたくなるわそうですよね。だからバレーボールとかも見てて結構スパイク打ちたいなとか、バスケとかもシュートやりたいなとか。あ、でもそういう意味だったら俺ちょっとやりたいわ。全然ね、あのあれよ、本気でやりたくないけど、うん、ちょっとスクラムってどんな感じとか。ああ、そういうの確かにね、うん、そういう軽い感じのね、うん、ちょっと一回トライボンってやってみたいな。あ、確かにそういうのありそうですね。あ、そういうのもある、うん、それあるでしょ、うん、そうですね。なんかどんだけすり抜けられないか試してみたい。うん、なかなかいかないですもんね、うん、あれね。そうそうそう、やったことないから。すり抜けないですもんね。うん、どんだけ難しいのかちょっとやってみたいね、うんうん、確かに、まあね、その辺なら、そういう軽い感じならやってみたい。あ、そうそうそう、軽い感じで言うんだけど、体験は確かにちょっとしてみたいかもね。だってパスなんてさ、ちょっと体育の授業やったけど、全然いかないもんなるね。何とかある？ラグビーやったから、あの、高校の時。ラグビーっしょ、うん。ラグビーなの？ラグビーじゃないけど、体育の授業やったから。あ、でしょでしょ、うん、俺全然いかないじゃん、うまく。こうやってピッて押し出すんですよ。うん、こう回転出してさ、全然できない。あ、回転はレベルが高いでしょ。回転じゃなくて、そのまま。お、マジっすか？こうやってキュッてやつ。へ、全然回んないっていうのを体験した、その時ね。あ、にあ、こんな難しいんだっつって、うんうんうん、回転しない、いかに回転しないで投げるかみたいなのでやってましたよね。あ、授業は、ラグビーの授業は。へ、それだけでも難しいけどね。あ、そうなんだ、うん、あ、まあだからね、なんかそうそうそうすごい感動したなと思ってね。だからなんかやっぱこう本気でやってるのって触るなっていうのは感じたな、うんうん、ね、うん、そうですよね、うん、で、まあ、今後どうなるかっていうのもあると思うんですけど、せっかくワールドカップあったんでね、うん、これだけで終わらないように頑張ってほしいなって。僕たちもね、僕たちもね、これで終わらないように YouTube これで終わらないようにはい、そうですね、はい、ラグビーと一緒に成長していきたいですね、はい、はい、じゃあ今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。LINE アットでは、集客やブランディングでうまくいくための方法などなど、フリーランスの方へのお役立ち情報を配信しております。LINE アット、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。